はいどうも、サイチャンネルのサイです。今回は、スターウォーズエピソード3、シスの復讐のその後を描く予定だった、スターウォーズアンダーワールドに関して触れていきます。スターウォーズアンダーワールドと思われる映像の一部は、概要欄にリンクで貼っておきますので、そちらを参照してください。また、過去にもスターウォーズに関する動画を多数アップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは、行きましょう。さて、まずはスターウォーズアンダーワールドの概要に関して。スカイウォーカーの夜明けでスカイウォーカーサーガが完結したスターウォーズのナンバリング作品としては現時点で全部で9作品あります。しかし先日リークされた情報によりますと、エピソード3シスの復讐のその後を描いたストーリーをルーカスフィルムが考えており、その作品を売り込んでいた時期があったようです。それがスターウォーズアンダーワールドです。ルーカスフィルムはこれも2006年から2012年の間に開発していたようです。エピソード3シスの復讐が公開されたのが2005年なので、スターウォーズアンダーワールドはその直後から開発がスタートしたことになります。もしこのスターウォーズアンダーワールドが実現していれば、ローグワンという作品はこのように存在していなかったかもしれません。ではなぜスターウォーズアンダーワールドは実現できなかったのか。それは莫大なコストが原因だったようです。この頃はまだルーカスフィルムはディズニーに買収される前で独立した会社であったため、開発費用を賄うことができなかったようです。ということはディズニーがもっと早くにルーカスフィルムを買収していれば、スターウォーズアンダーワールドは実現していた可能性があるというわけです。さて、気になるのはアンダーワールドがどのような内容だったのか。今作はエピソード3シスの復讐とエピソード4新たなる希望の間を描いており、惑星コルサントを舞台に物語が展開されていく予定だったとのこと。銀河情勢としてはスピンオフ作品ハンソロをイメージしていただければと思います。登場キャラクターの詳細は明らかになっておらず、主要なキャラとして取り上げられているわけではないですが、ダース・ベイダーやダース・シディアス、ボバフェットなどが登場する可能性があったようです。また事実かどうかはわかりませんが、海外の一部ファンによると、エピソード7以降の主人公レイの祖母の起源がこのアンダーワールドのストーリーに含まれているとのこと。アンダーワールドの開発時期が2006年から2012年、エピソード7フォースの覚醒公開が2015年なので、アンダーワールド開発時期にレイという存在を考えていたかどうかは定かではありませんが、ダース・シディアスと接触する女性を描く予定だったのかもしれません。次はスターウォーズアンダーワールドの気になる動画の中身に関して。公開されている動画は前半と後半に分けることができ、前半は謎の女性がストームトルーパーや監視ドロイドを避けてスターデストロイヤーの設計図のようなものを持ち運んでいる様子が描かれています。そして後半は前半の撮影の舞台裏の映像となっています。焦点を当てたいのは動画の前半部分。前半はあくまでテスト映像であり、 CG などのクオリティは高いとは言いません。そして残念ながら映像は全て英語ですので、英語力がゲのゲである僕は詳細な会話の内容などはわからないため、あくまで映像から汲み取った内容をお伝えします。この映像に登場する惑星は映画ブレードランナーを連想させるような雰囲気が漂っており、人混みの中を謎の女性が人目を気にしながら歩いているのがわかります。そしてその女性はおそらく待ち合わせをしていたであろう人物からスターデストロイヤーの設計図のようなものを受け取ります。女性はその後外部にその設計図を送信するため街中の通信装置をいじくりますが、それが帝国側にバレてしまい慌ててその場を立ち去ります。そして女性が次に立ち寄ったのはとある店。そこの店主に設計図を見せ、何やら話しているところに痕跡をたどってきたストームトルーパーたちが現れます。女性が店の裏口から逃げている間、店主とストームトルーパーが銃撃戦を繰り広げ、最後に店主が爆弾を爆発させたところでテスト映像は終わります。気になったのはこの映像に登場した謎の女性です。残念ながら映像だけでは素性がはっきりとしないのですが、めちゃくちゃ美人です。主要キャラの血縁者であるのか、ローグワンのジン・アーソのように今作限りのキャラなのか気になるところ。皆さんはこの女性についてどう思いますでしょうか？はい、いかがでしたでしょうか？幻のエピソード9、デュエル・オブ・ザ・フェイツや今回のアンダーワールドのように、実現しなかったものを考えるとワクワクしてしまう自分がいます。まだ見つかっていないだけで他にも多くのストーリーが眠っているかもしれません。チャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。